ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。魔理沙これ見てよ。いつもは黄色い月が真っ赤に染まっちゃっているわ。ああ、皆既月食だな。皆既月食？知らないのか？霊夢、皆既月食以外にも月は青くなったり緑になったりもするんだぞ。え？どうしてそんなことが起こるの？教えて魔理沙。よしわかった。それじゃあ今回はどうして月の色が変わるのかについて解説していこう。それじゃあ早速、ゆっくりしていってね。皆既月食で月が赤くなる理由。まずは皆既月食で月が赤くなる理由について説明していくぞ。しかし実はそんな複雑なことではなく、原理は夕日と同じなんだぜ。え？そうなの？太陽が夕方になると赤くなるのは、その位置が地平線に近くなるからだ。斜めから太陽の光が地球に当たることによって我々の目には赤色に見えるっていうことだな。いまいちまだわからないわ。斜めから光が入るとどうして赤くなるの？光は届く距離によって色を変えるという性質を持つ。これはな、距離が長いと光が目に入るまでに大気中の粒子にぶつかり散乱してしまうことが原因だ。青い光は散乱を起こしやすく、赤い光は散乱を起こしにくい。夕方の太陽からの光が赤く見えるのは、昼間より光が届く距離が長くなり、青色の光が散乱して赤い光だけが我々の目に届いているからなんだぜ。なるほど、光の色にはそんな特徴があったんだね。昼の空が青いのはその逆の理由ってことか。そんな感じだな。夕日の色については分かったけどさ、それが皆既月食とどう関係があるの？そもそも霊夢は皆既月食というものがどういう現象か分かっているか？いまいち分かっていないわ。皆既月食とはな、太陽と月の間に地球が入ることによって、月が地球の影にすっぽり入ってしまう状態のことを指すんだ。太陽地球月の順で一直線に並んでしまう瞬間が訪れるんだぜ。ああ、そうだったわね。なんとなく聞いたことあったわ。でもそうなると月は真っ暗になって何も見えなくなってしまうんじゃないの？いや、地球の周りを通った光が月に届き、その光が反射して我々の目に届くんだ。へえ、光って不思議ね。その地球の周りを太陽の光が通るというのがポイントだな。地球の周りを通るということは、地球の大気に触れて光が散乱するっていうことだ。そうなるとどうなる？あ、青い光が散って赤い光だけになるわ。その通りだ。よって月は赤く染まってしまうといった現象が引き起こされるんだな。あまりにも赤く見えることで、血の月ブラッドムーンとも呼ばれたりする。ほえー、魔理沙の言った通り意外と単純な仕組みだったわね。それなのに幻想的で素敵だわ。そうだろそうだろ。でもな霊夢、実はこの赤い月、昔から不吉な言い伝えがあるんだ。急にやめてよ。赤い月に隠された不可解な謎。旧約聖書の一つであるヨエル書の第31節にはこんな記述がある。主の大いなる恐るべき日が来る前に、日は暗く月は血に変わる。うわなんこの怖い文章は、恐るべき日って何よ。人間にとってとても恐ろしい出来事が起きる前触れとして、太陽が暗くなって月が赤色に染まる、ということだな。そしてそれがまさしくさっき話したブラッドムーンのことなんじゃないかって話だ。恐るべき日に関してはいろんな考察がされているが、大災害の予兆だろうと噂されているぞ。月が赤くなると大災害が来るの？怖すぎるんだけど、現時点でもその予兆のようなものが発生した事例がいくつかあってだな。例えばブラッドムーンの日に決まって下痢やめまいを起こす人がいたり、患者の数が平均を上回ったり動物がおかしい挙動をしたりなど、偶然とは言い切れないような事例がすでに発生しているんだぜ。それほんと？やばいわね。ああ、次にブラッドムーンが来た時には外に出ないことをお勧めするぜ。次って一体いつになるの？そうだな、月が赤くなるのはだいたい3年に一度なんだ。現状の予定では、2025年の9月8日と言われているぜ。2年後か、注意しないと忘れるわね。いろいろな珍しい月。実はな、ブラッドムーンよりさらに珍しいスーパーブラッドムーンというものも存在する。何それ？まず月が通常よりはるかに大きくなるスーパームーンという現象があってだな。これは単純に、月が地球に近くなると起きるたまに見られる現象だ。月は地球の周りを楕円軌道で回っているものね。そうだ、そこで一番地球に近づいたタイミングで満月となり、さらにそのタイミングでブラッドムーンとなると起こるのが、スーパーブラッドムーンだ。かなり確率の低い現象ね。逆に遠く小さく見える月をミニムーンというぞ。この他にも月にはいろいろ珍しい現象があるんだぜ。例えばブルームーンだ。青い月、ブルームーン。そうだぜ。ブルームーンは火山の噴火や隕石の爆発によって大気中にガスが多く止まることで、月が青く見えるんだ。あまりにも珍しい現象だから生きている間に見れるかはわからないぜ。そうね、でもめちゃくちゃ見てみたいわ。同じ状況で見られるグリーンムーンというのもあるな。やはり大気中のガスや塵が原因なんだが、
その種類や総量によって散乱する光の種類が変わり、月の色も変わっていくんだぜ。この不思議な色の月は、1883年インドネシアクラカトア火山の噴火、1991年のフィリピンピナポポ火山の噴火の時に報告されているぜ。火山の噴火とセットで起こるのはちょっと怖いけど、合図としてわかりやすいわね。あとはブルームーンだな。ブルームーンは紹介したでしょ。実はブルームーンにはもう一つ奇跡の満月という意味があるんだ。え？何その凄そうな異名は。明確な定義づけはないんだが、一般的には一月に満月が二度あることをブルームーンと呼ぶんだ。一回目の月のことはファーストムーンと呼ぶぜ。ほえー、そんな月があるんだ。こっちのブルームーンもおよそ2、3年に一度しか見れない珍しい現象だ。そしてこのブルームーンは、見ると幸せになるという伝説があるな。ブルームーンの明かりの下で出会った男女は恋に落ち、恋人たちは永遠に結ばれる。だとか、ブルームーンにお財布フリフリすると金運が上がる。だとか、ハワイではファーストムーンもブルームーンも両方見ると最高にハッピーになると言われているぜ。へえ、素敵ねえ、一番見たい月だわ。まとめ。さて、今回は世にも珍しい月の正体について解説してみたぜ。赤い月、ブラッドムーンは怖かったけど青い月、ブルームーンはどっちも見てみたいわ。こんなに身近な存在である月でもここまで面白い現象があるのはすごいわね。ああ、宇宙の話もいいが、地球から見える宇宙も楽しんでいこうぜ。うん。それじゃあ今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。